ププリの森と呼ばれている移植した森をご覧ください。これらの7割近い木が移植してきました。内野の森のたくさんの植生の中から助けられた小さな苗木たちがこんなに大きくなりました。あまり深植えしないように、今までここ出てた位置より下側、下植えてるぐらい、植物は野菜でも何でもそうなんですが、深植えしちゃうとここから腐っちゃいますので、深植えしないような形で、ちょっとすごく使って、水寄せお願いします。この未来が期待があるか。いや、違います。ね、こんな色です。はい、でなるべくここはこういうとこ持たずにね、でドボーンとつけちゃってください。20秒。ただこの8月はなるべく避けてくださいというのが7月31日に今日やっております。ですから若干余った水はちょっとかけていきたいと思ってます。でできれば乾燥しないように周り引き詰めるレベルで多めに引いちゃってくれますかね。よろしいですか。これが2年前、3年目に下がった、食事から3年目の11月で3年になります。秋にもう1回ぐらいちょっと下がりしますけど、今年やればもう手を離れて自分たちだけでこう大きくなっていく。こういうのが宮城市で、植えると3年間手を加えれば、あとは何を手を加えなくても勝手に手が大きくなっている。ですから最初にその土地のあった木を植えてあげるというのと、日食混食をしてあげる、それから土をしっかり耕してあげる、そのぐらいで、しっかりした森があまり手をかけずに、育ちます。以上です。これのもっと大規模なのはあと豊岡小学校で皆さんに見てもらいます。豊岡小学校に760本の、私たちも縄文学校の会員さんもみんな植えて800本の、植樹を昨年の秋に、おかげさまでさせていただきました。なりましたね。サユリはある？サユリの先生に使ったんですよ。そうですか。すごいですよ。私これとかだったの。本当はもっと高くなってるんですけど、やったんだけど、まあ、できなくて分かるんですよ。あ、いろんな色があるんだ。だいたい白からピンクの感じ。トンギソウだそうです。皆さんこんにちは。ようこそ。ここは、まあ、300坪ぐらいですけども、野生基調の絶滅危惧種の2類ですね。それが今年は100坪ぐらいですけどね、ちょっと元気がないんですけども、最初発見したよりもすごく大きくなってます。それから長毛夏果てが環境省のレッドデータブックの絶滅危惧種1位ですけども、浜松市に90本ぐらいですよね。その名の大半40本がここにあって、遺伝子の違う染色体の違う長毛夏果で、ボロベルで言えばラビットアイ系です。それで最初は 2,3 センチのを探し出して大きくしました。みんなでいろいろな花が咲いて赤とか白とか
先がピンクになったりしてとても美しい花で、で、あのここの大地は12万年前に天竜川が運んで隆起してできたところですけども、そこにあの植生というかね、あの歴史的なものたちは世界でも三河の渥美半島と天竜川の三ヶ瀬原市の東端まで世界のエリアがで、あの浜松の自然植物の宝物だと北海道農研の佐藤先生から言われて大事にしなさいと言われましたけども、認識がね、今うち浜松市民も知らなかったし、あれですけど、全部あの調べますと三ヶ瀬原大地はカナダのプリンスエドワード島と一緒のブルーベリーの宝庫だったんです。シャシャンボからスノキ、ウスノキ、それからナゴボナツハゼ、ナツハゼ、すべてね、本当にね、赤松と赤戸揃っております。それが、まあ、入植して人間が住んで全部引っ込めちゃったということで知らなかったもんですから、でもあの復活してもらいたいという声もありますしね、大変難しいですけど皆さんのお気持ちですかね、いろいろな考えをまた縄文さんにあれして市民の声としてこれを復活すると、野生ブルーベリーは今生物多様性といって種の方であの野生種の種がすごく大事だそうです。でアメリカはバカバカ集めてるみたいなんですよね。でこれも本当そのままいたらもう90本しかないですから、絶滅しちゃいましたが今なら十分間に合います。サンユリもそうそう今年見つかりまして、今今田さんがあちらに今いらっしゃるところです。あの笹ユリが、本当に奇跡的にこの近くにこんなところにあったとはびっくりしました。今笹ユリはまた来年6月に見られますので、ただその前の手入れがとにかくたくさんあります。手入れが手が欲しい足も欲しい本当にあの手が欲しいですが、みんなで考えてみてください。あの今日のことなんですけども、去年はつぼみが少ないと思ったんですけども、今年は一本の木でたくさんつぼみがついているような気がします。だからあの長い時間、あの期間あの咲くとも思いますので楽しみにしてます。ね、先生方が、大学先生方が言うのはアンドシャニポリフェノール多いじゃないかと、そういうことだけどわからないけども、でもあるかもしれません。でこれちょっと袋かぶしますけど。もうね、完熟まで持っていけないんですよ。あの、ユーカスって飲むと去年なんかね、虫切っても、すぐにやられて、それ、虫の方がよく知ってるもん、一番美味しい時期を。そう。ご苦労様でした。本当につまらないっちゃう。食ってる果物だって、かわいいよ。座りにくい？いいかいね。いや、嬉しい、座りたかった。椅子の作者ですね。ああ、増したらよかったね。ここね、はい。3人で。はい、3人目。3人でやってるもんね。はい。なんかいろんな。